どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、今回ですけども島根県にあります夕食空海さんに、やってまいりました。こちらにはですね、地獄のラーメンという、激辛ラーメンがあるんですけれども、今回もですね、辛さレベルが、調節できます。でですね、結構チャレンジメニューでなんか100アップがめちゃくちゃ辛いという噂で、今までですね、なんか完食者がなんか8名ぐらいしかいないという超激辛メニューになります。で、ちなみに使っている唐辛子はですね、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたキャロライナリーパーをふんだんに使用しているということらしいです。で、一応ですね、なんかこっちの店舗ではチャレンジは食べれることは食べれるんですけれども、なんかその完食するとなんか特典みたいなのが受けれるんですけれども、特典が受けれる店舗に関しては、大官頂点のみとなっております。20分以内食べるとなんかそっちの大官頂点ではなんか完食特典がつくらしいんで、まあ今日はねちょっと20分を、目標に、サクッと食べていきたいかなと思います。今日ね、めちゃくちゃやばいらしいです。一応ね、お電話でお聞きしたんですけども、なんとですね、結構その食べれる方でもリバースしちゃうっていう方も結構多いらしくて、相当やばいメニューらしいです。早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあお願いします。はい、はい、20分はい、よいスタート。いただきます。さ、地獄ラーメン100アップお手並み拝見。こんにちは。さ、チャレンジスタートということで20分ですからね。あー、やっぱりこれちょっと匂いはちょっとやっぱキャロライナリーパー特有のね、ちょっと匂いもしますけれども、一応ね、これスープのベースは味噌ベースとなっております。いただきます。なんか魚介の風味がしますね。なんかこれ魚介みたいなエキスが入ってるんですか。あ、やはりうん、なんか魚介エキスの香りがして、しかし辛いのかって。
量がそんなになんだけど、めちゃくちゃこれ全然すすれない。麺と具材ねほぼほぼ終わったんで、残りスープのみ、これ飲み干してこの激辛バトルにケリをつけたいと思います。マジで辛い、やばい。半分切りました。休憩しよう。まだ半分あるか。これえぐいわ。えぐい。覚悟を決めていこう。入れます。いいよマジで。
もうちょい。出しましょう。あと何分ですかね。あと3分。これしんどいよマジで。特別です。いいですか。はい、であちらの店舗の方で写真も飾らせていただきます。あ、はい、あ全然ぜひぜひ。いいですか。はい。ぜひよかったら色紙も。あもうはい。はい。いやしんどかったわマジで。そんなにこの量はない、な量は多くはないんですけど。そうですね。え、そのキャロライナリーパーの粉末どれぐらい入ってるんですか。結構入ってます。スプーン何杯分？それでは辛さレベルの発表していきましょう。夕食空海さんの自国ラーメン、辛さ100アップ辛さレベル10辛さレベル 9.5 です。はい、というわけで、やっていきましょう。めちゃくちゃ辛かったらやべえな。本当にね、あの量はねそこまで多くはないんですけれども、本当にね、あ今日ちょっとイージーかなと思ったんですけども、まあねこれひとたびスープを飲み始めたらね、まあやばかったですね。本当もうキャロライナリーパーの強烈な辛みが口の中を刺激してね、もう麺すらまともにすすれなかった。いや本当に辛かった、しかしねその辛みの中にもねしっかりねこの魚介の旨味とか、いろいろこう染みてね、非常に、まあ、辛さの中にもねこう旨味をね感じたかなという一品でございます。いやでもめちゃくちゃ辛かったですから、本当に、ね、辛すぎて味わってる余裕すらなかったですけど、ただ、まあ冒頭にも紹介した通りですね、別に激辛ラーメン屋さんではありません、1万人気の、ね、この空海ラーメンは、非常にね、味も人気ですので、ぜひですね、食べに行かれてみてはいかがでしょうか。大館長店で、こちらのねチャレンジやってますので、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ここからねもう本当に車で数分、島根の観光名所、出雲大社も近いんでね、ぜひねそのラーメン食べた後にちょっと出雲大社寄ってね観光がてら来てみるのもありかなと思います。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、あとサブチャンネルも、更新してますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。
ティーバンプで、ごめんなさい、今日は申し訳ないです。